ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ちゃお。さて今日はどんな解説をしてくれるのかしら？今日、解説するのはこれだ。加工しすぎて炎上したインフルエンサー5000。インフルエンサーといえば SNS やインスタグラム、YouTube なんかで、キラキラの毎日を投稿しまくってる人たちって印象だわ。うんうん、魅力的だよな。いろんな人がいるけど、みんな揃って美人なのよね。女の私でも惚れ惚れしちゃう。いいなぁ。そんなに羨ましいなら、霊夢もやってみたらいいじゃないか。加工くらいアプリで簡単にできるだろ。やってみたことあるけど、ユーマが爆誕しただけだったわ。あれって意外と土台が大事よ。誰でも美人になれるわけじゃないわ。あはははは、アイコンにするからくれよ、ユーマの画像。ぷぷ。似たようなもんだから、マリサだって変わらないと思うけど。よしじゃあ今回はそんな霊夢に、よりすぐりの炎上した加工美女たちを見せてやろうじゃないか。それ興味ある、絶対に元も美人さんに違いないわ。さあマリサ、早く見せてちょうだい。じゃあ行くぞ、加工しすぎて炎上したインフルエンサー5000、それでは、ゆっくりしていってね。1、ドールな可愛さが魅力的、フェリスミニョン。トップバッターはこちら、フェリスミニョンさんだぜ。あいみょんやキャリーパミャパミャを彷彿とさせる名前だわね。って、かわいい。もんのすごい美少女じゃない。だろ?彼女はグラビア、モデル、歌にコスプレとマルチに活躍しているタレントさんだ。身長143センチの小柄ながらグラビアアイドル級の魅力的なボディ。極めつけがこの可愛らしいドールフェイス。手持ちの札が最強すぎるわ。ツイッターのフォロワーは10万人超えだ。でも、バリバリ作ってる感満載のお顔立ちではあるから、何らか加工はしてるだろうなとは思うよね。明らかにバランスが不自然すぎるし。うむ、おそらくファンもそこは承知していたと思うぞ。だが、あることをきっかけに大炎上してしまうんだ。あること？2020年、ミス ID でのミクチャ賞の受賞さ。それってミスコン？いや違う、公式ページの説明によると、新しい時代をサバイブする多様な女の子のロールモデルを発掘するオーディション。だそうで、ルックスやジャンルにとらわれないのが特徴のようだ。ミクチャ賞のミクチャって、ライブ配信アプリのことかしら？その通り、ミクチャという人気プラットフォームを使いこなした女の子に、という言葉とともに与えられた栄誉ある賞なんだぜ。なるほど。で、どうしてそれが炎上のきっかけになったの？受賞自体は良かったんだが、受賞したがために、ミス ID デジタル写真集シリーズ第8弾のモデルに抜擢されたからだよ。それのどこが悪いのよ。ちょいと見てみよう、じゃじゃん。あら？お顔立ちがツイッターより大人っぽいような？写真集を買ったファンからのレビューはひどいもので。違う人物の写真集が届いた。美少女の写真集と思って買ったのに、写っていたのはおばさん。え、誰？本当にフェリスミニョンさんですか？そんなに言うほどかなっていうのが正直な感想だけど、写真集の顔も普通に可愛いわよね。可愛い、可愛くないの問題じゃない。ツイッターでファンになった人にとっては、あの顔がフェリスミニョンだからな。中には払い戻しを希望する人までいたんだぜ。あのドールフェイスを期待して買った人には不評だったわけか。それに加えて、年齢詐称、包丁隠蔽、グッズのデザイン盗用、果てにはクラウドファンディングの資金横領疑惑まで浮上したんだぜ。やっちまったなぁ。可愛い顔して、なかなかどうしてやんちゃじゃないの。ま、あくまで疑惑だがな。クラファンについては潔白のようだぞ。ちょっと待った、その他は黒ってこと？そこは YouTube のこれこれチャンネルをぜひ見てほしい。女性3人のガチバトルは、なかなか見物だぞ。疑惑についてもフェリスミニョンさん本人が釈明をしている。信じるも信じないも、あなた次第ってやつね。そういうこと。ちなみに現在のフェリスミニョンさんだが、炎上も落ち着いて、普通に活動しているぞ。ドールフェイスも健在だから、癒されに行く価値は大いにあり。2、自撮り詐欺の天才？うなぎさやか。サブタイトルのコピーがひどすぎる。まあまあ、彼女は2018年に結成されたアイドルグループ、ゾックの元メンバーだ。独自の世界観を持つグループで人気はあるんだが、メンバー脱退騒動や炎上があり、2020年に活動休止したかと思えばすぐ再開して、2021年に武道館ライブ達成と、なかなか話題にこと書かないグループでもある。なるほど、うなぎさんはアイドルなのね。さすが可愛いじゃないの。うさぎなぎさんはアイドルだけじゃないんだ。なんと看護学校の学生として学業にも力を入れているんだぜ。看護学校って大変でしょうに、アイドルと二足のわらじってすごいわね。しかも学費は自分で支払ってる上に、親に仕送りまでしてるというんだから尊敬ものだ。そんな子が、どうして炎上しちゃったのよ。きっかけはミス ID なんだぜ。またミス ID なの？ SNS に投稿されていた自撮りと実物があまりに違うと、ミス ID の選考段階で大炎上。炎上のタイミングが気の毒すぎる。物議を醸した実物の写真がこちらだ。じゃん。あ、うん。
確かに違うわね。これはちょっとファンが驚くかも。特に SNS からファンになった人はな。だがミス ID 審査員の評価がまたすごくてな。はっきり言います。今年のミス ID で一番自撮りと実物の差が大きい女の子。おい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 。写真の中の、自撮りの中のさやかは、もうとんでもなく可愛い。スーパー美少女です。まあ一種の自撮りの天才でしょう。何を言ってくれちゃってんの？この後、自撮りの1億倍実物の方が魅力的で、自撮りと実物が天地ほど違うのにクレームが来ないとも言ってるんだが、炎上しちゃってるじゃん。言い方よ。まあ普通に考えて天地ほど違ってたらクレーム来ないわけないよな。炎上当時、うなぎさんはかなりショックを受けたそうだ。というのも彼女は自撮りと実物に大差はないと思ってたんだぜ。彼女は自撮りを加工してるのよね。綿密な角度計算とフィルターで撮影しているようだぞ。確かに角度ってものすごく大事だもんね。そう考えると、角度とフィルターだけなら、自分的には大差ないつもりになっちゃうかも。それで彼女はどうしたの？実はここからが面白いんだ。自撮りと実物が全然違うっていう評価を、自分の武器に変えちまったんだぜ。え？自撮りの天才なんて称号は確かに不名誉かもしれない。でもな、自撮りを可愛く撮るって、かなり難しいんだ。わかる、わかる。自撮りをできるだけ可愛く撮りたい。と思う女の子にとって、うなぎさんの自撮り技術は、ヘアメイクの技術と同じくらい欲しいものなのさ。なるほど。それを売りにしたのね。もちろん理想である自撮りの自分に近づく努力も怠らないぞ。彼女はその後、YouTube で可愛く自撮りする方法やメイクの動画を投稿。そこではフィルターなしのすっぴんをさらけ出しているが、正直、ミス ID の頃よりも可愛くなってると私は思う。人生ってどうなるかわからないものね。落ち込むことがあっても前向きに頑張らなきゃ。3. もはや加工が芸術レベル？中国美人インフルエンサー行為。加工もどう超えると炎上するが、そこをさらに超越するとどうなるか。それを教えてくれたのが中国美人インフルエンサーの行為さんだ。わぁ、いかにも中国美人って感じのお顔立ちね。可愛いも色っぽいも、どっちも手に入れられそうな雰囲気が素敵。彼女は中国の SNS ウェイボーとレッドで活躍している。武器はスレンダーなボディと透明感のあるお肌、そして中国風ドールフェイス。羨ましい。ところが、撮影中の風景を隠し撮りされちまったんだぜ。しかも隠し撮りした何者かは、それを中国のソーシャルメディアプラットフォームで公開。さらにその翌月には、とあるユーザーによって Facebook でシェアされ、あっという間に世界中へと拡散されてしまった。でもネットアイドルでしょ？撮影中にファンが通りかかって撮っちゃうなんて、ありそうだけど、そんなにイメージが壊れるようなショットを撮られたの？百聞は一見にしかず、拡散された画像とはこれだ。じゃん。どうなってるのこれ？っていうか、これだけ違ったらネットアイドルが撮影してるなんてわからないよね。絶対に関係者からの流出じゃん。すぐにわかりそうなものだが、あいにく流出させた犯人はわからないそうだ。そしてあっという間に大炎上。ネットユーザーを騙した。だからネット美人は信じられないんだ。だがな、彼女はその加工した姿をビジネスに利用したことはなく、お金をもらったこともない。ただ画像を投稿していただけの一般人なんだぜ。なんだ、だったら文句言われる筋合いもないっちゃないわよね。誰かに迷惑かけたわけじゃないしな。でも嫌だろうな。自分の画像を加工して楽しんでただけなのに、第三者に素顔を公開されちゃうなんてさ。もし同じことを霊夢がされたら、どうする？ SNS を全部消して、やめると思うわ。誰が撮ったのかもわからないわけじゃない？家から出るのも怖くなっちゃうかも。だよな。ところが行為さんは黙っていなかったんだぜ。私は一般人です。SNS の投稿を通じて報酬を得たことはありません。女性にとって写真加工は大したことではないし、これ以上説明したくもありません。批判を容認する必要もありません。そうだそうだ。そして世界中から注目されているタイミングで、すかさず加工編集技術を SNS でシェア。編集アプリの使い方や実際の加工方法を紹介したんだ。ものすごくウケたんじゃない？だって行為さんの加工って、ものすごく自然なんだもの。顔のパーツのバランスもそうだけどスリムボディの加減が絶妙なのよね。そうなんだよ、これが大当たり。行為さんは危機的状況を見事に跳ね返して、逆にネットユーザーから多くの支持を集めたんだぜ。最大のピンチは最高のチャンス。これを行動で表したわけね。これぞ最強のインフルエンサー。4. 加工は炎上の入り口？可愛すぎる OL、相良由佳。だが中には逆転できなかったインフルエンサーもいる。それが、じゃん、相良由佳さんだ。何この人、めちゃくちゃ可愛い、綺麗、美人。東京で OL をしながらインスタグラムで活動している彼女は、元美容師というだけあって、服装やヘアスタイルがおしゃれなキラキラ女子だ。これだけ可愛ければ、フォロワーも多かったんでしょうね。絶頂期には13万人いたそうだぞ。
それで、どうして炎上してしまったのかしら。インスタグラムを投稿してるおしゃれ美人 OL でしょ。それはズバリ、YouTube でデビューしちまったからなんだぜ。好きな人が動画で見れるならと、当然フォロワーも見るだろ。ところがだ、加工なしの本人が映っていて、顔が違うってな具合になったと。そういうこと。ちなみにその動画に映ってる相良さんがこちらだ。てん。こっちはこっちで可愛いけど、インスタグラムの画像と比べると、確かに雰囲気やイメージがかなり違うわね。そういう意味で別人だわ。人気者だけに、そういった声が殺到するのも早い。そしてとうとう本人が加工を認めるお詫びの文章アップ。私は承認欲求のためにいいねがたくさん欲しいがために、本当の自分とは異なった過度な加工を施し、本来の自分と同一人物とは思えないような写真を投稿してしまっていました。さらには YouTube 活動もやめることを表明した。コンプレックスだらけの顔が全国にあらわになり、自分では一切見たくなかった。何のために始めたのかがわからなくなった。でもさ、それって YouTube を始める時点でわかってたことだよね。インスタグラムでの人気を自分自身の人気だと思い込んでいたっていう話だがな。まあ洋服のセンスやメイク、ヘアスタイル、全部含めての人気でしょうから、顔だけじゃないことは確かだと思うけど、もうちょっと YouTube の再生回数が多かったら自信を持てたかもしれないんだぜ。さて、お詫びをして YouTube からも引退して、炎上は終わったかに見えたんだが、え、まだ鎮火しないの？なんと高額ステマ疑惑が浮上。炎上の本番はむしろこっちだ。ステマって宣伝とは気づかれないようにさりげなく商品を紹介することだよね。何を紹介していたの？なかなかに高額な包丁サプリメント。お値段3万円なり。高すぎない？憧れの人が使ってるサプリなら当然使いたくなるよな。しかも相手は美容系のインフルエンサーだ。もちろんその手のサプリには合う合わないもあるし、個人差だってある。それを承知の上でも同じものを試したいと購入したファンはいたのさ。でしょうね。ステマには当然見返りがあって、この場合は一人購入するごとに1万2000円が相良さんに入ったそうだ。でもまあ相良さんが実際に使って良いと思った商品なら。ところが彼女、ステマのためにバストを大きく加工していたんだぜ。それはいかーん。それはダメでしょ。ファンの気持ちをお金儲けのために利用するのはやめてー。みんな、あなたのようになりたくて買うんだから。だからこそ、ファンが一瞬にしてアンチへと変わっちまったんだ。相良さんは潔く認めて謝罪したものの、勤めている会社には苦情の電話が殺到していたらしい。しばらくは、火消しに躍起になる DM すらさらされるありさまだった。あちゃー。それで今、彼女はどうしているの？ひっそりとインスタグラムでの活動を続けているぞ。一時より減ったとはいえ11万人以上のフォロワーを保っているのはさすがだ。もともと綺麗な人だし、参考にしたい人は多いはずよ。ファンのためにも二度と間違わないようにしてもらいたいわね。こ、北の地を走る美しき女性ライダー、じゃない？宗谷の宗妃。さて、最後に紹介するのはツイッターを中心に活動している美女ライダー、宗谷の宗妃さんだ。わぁ、健康的で爽やかなワイルド美女って感じね。ライダースーツもよく似合ってて、凛々しいわ。彼はバイクの楽しさや、北海道稚内の宗谷岬の魅力を伝えるために投稿しているそうだぞ。本当にバイクが好きなのね。で、彼？くくくくく。霊夢よ。宗谷の宗妃さんは51歳の男性なんだぜ。はい？魔法を解除してみようか、じゃん。長髪のおじさん。それが宗谷の宗妃さんの本当の姿なんだよ。彼はもともと活動していた LINE のタイムラインから Twitter に活動の場を変え、より多くの人に見てもらいたいと頑張っていたんだが、同時に悩んでもいたんだ。というと？おじさんバイカーの Twitter なんて、誰も見てくれない。ふむふむ。なんとかして多くの人にアピールできないものか。そうだ。そこで思いついたのが、Face App アプリで美女ライダーに変身することなんだぜ。51歳の発想とは思えない思考の柔軟性だわね。ていうか、Face App を使いこなしてるのにびっくりだわ。でも結構アバウトに使っておられるぞ。自動で女性化されるから、そこから何か加工するってことはできないらしい。え、そうなの？それにしては、ものすごいナチュラルな美女に仕上がってるけど。宗谷の宗妃さん曰く、顔のベースが大事だとさ。まんじゅうではダメだと？そんなぁ。実際、彼が操作しているのはアプリ上の年齢と性別、顔の雰囲気をハリウッドに設定しているだけなんだそうだ。じゃあ撮ったそのまんまなの？化粧をする程度って言ってたぞ。ツイッターを見た女の子から、そんな自然な感じにならないって相談されるが、その辺は詳しくないから、わからないってさ。本当にベースがいいのね。そういえば輪郭綺麗だし。てか、フォロワーには男ってバレてるんだ。カミングアウトしてテレビにも出て、有名になったからな。そもそも美女に変身した目的が発信した情報を見てもらうためだし、ちょこちょこ男っぽいところも見せて、
男が顔を変えてるだけですよって気づいてもらおうとはしていたんだ。そうなんだ。ものすごい美人さんだから、ついつい顔に目が行くけど、体は男のままだから、よーく見ると違和感を感じる箇所はたくさんあるんだよ。そう言われれば、確かに。だが意外と気づかれなくて変な DM も来る。そこで困った宗谷の宗妃さんは、わざとバイクのミラーに顔を映して、ネタバレをしたわけさ。大炎上したけどな、プププ。怒り狂ったのは夢を打ち砕かれた男だよねー、きっと。あはははは、笑っちまうよな。ちなみに今でも美女ライダーの顔で投稿を続けてるのかしら。続けているぞ。彼にとって美女ライダーはアイキャッチのようなもので、投稿を楽しく見てもらうためのバーチャルアイドル的な位置づけだから、急におじさまに戻ることはなさそうだぜ。ものすごく面白いけど、家族の方もご存知なの？もちろん、息子さんを含めて家族みんな知ってるってさ。親子なら息子さんも美女に変身できる可能性が、ご健在ならお父様もいけるかも。というわけで、加工しすぎて炎上したインフルエンサー5選を見てきたが、どうだった？加工に対する考え方が変わったわ。自分のコンプレックスを隠すっていうネガティブなものじゃなくて、目指すべき理想の自分って考え方も素敵だと思うし、実物の自分を基本にして作る、SNS 用のアバターっていうのも面白い考え方よね。もちろん加工を悪用して商売するのはダメだが、そのうち2次元に限りなく近づけた3次元の加工アイドルなんてのが誕生するかもな。ありえる。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。